徳川和子は、日本の第108代天皇、小水のお天皇の皇后、名将天皇の聖母、徳川秀忠の娘で、徳川家康の内孫。オンライン号は、東福門院。慶長12年10月4日、徳川家康より、将軍職を譲られた徳川秀忠と、正室、皇夫妻の間に7番目の子として、江戸城大奥で誕生する。 最初の名は、松姫とする説もある。慶長17年には、ごみずの天皇が即位するが、大御所、家康は、和子の受大を申し入れ、慶長19年4月に受大戦時が出される。受大は、大阪の陣や玄那2年の家康の死去、御用全員の崩御などが続いたため延期された。玄那4年には、尿御御殿の造営が開始されるが、ごみずの天皇の長愛する女官 四辻四子が、三子、鴨宮を出産していたことが判明すると受代は、問題視される。翌元那五年には秀忠自身が上落して三代し、四子の兄弟である、四辻末次に、高倉継良を含む近親らを配慮し、四子と諸生の王女、梅宮らを宮中より追放することなどで合意した。元那六年受大に先立ち、6月2日に、13位に助せられ、 同月18日に、御水の天皇の女子として受代する。受代にあたっては天皇に、合わせ100と、銀1000枚、中は門院に、合わせ50と、銀500枚、この絵の部広と一条明に、それぞれ片平及び田んぼの20と、銀100枚ずつの幕府からの献上があったが、土見門康氏へはその量が少ないと日記に記している。 受大の様子は二条城から盛大な行列を伴い、東福門院受大図屏風に描かれている。現那9年には解任し、同年6月には、秀忠と着南、家光が将軍宣言のため上落し、金利五両一万国を寄進される。同年11月19日には王女、女一の京野内親王が誕生する。 寛永元年11月28日には作立され、中宮のとなり、同2年9月には、女二宮が誕生する。寛永3年には、秀忠、家光が上落し、御水の御天皇の二条上行行が行われ、和子は、同年11月13日には、高人新王を出産した。しかし寛永4年、高人新王は溶接。 この年生まれた男二宮も誕生直後に没した。寛永六年には、懲罰区間で死意事件が発生し、同年十一月八日に、ご水のお天皇は突然上位し、女一宮に内心の宣言が下され、戦争する。同年十一月九日には、陰号宣言があり、東福門院の号を賜る。翌寛永七年九月十二日、 女一宮は即位し、名将天皇となる。寛永十一年には新将軍となった兄の家光が、上落し、命にあたる名将天皇に敗越し、東福門院の御所も訪れている。遠方六年六月十五日、宝魚、七十二歳、京都線入寺月林領域に葬られた。ありがとうございます。